イランの核兵器も完全なる廃棄、断固として検証可能で完全なる廃棄を求めます。北朝鮮の核の核兵器の廃棄は完全なる廃棄、そしてその核兵器の開発建設に携わった北朝鮮内の技術者、これが2000人とも3000人とも言われています。この方々の海外移住をも私は求めるものであります。ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2678年平成30年5月11日金曜日です。ここは東京新宿駅南口です。ただいま午後6時30分、気温は20度です。言論の自由と報道の公正をここ東京新宿駅南口で訴え続けております。長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。言論の自由、報道の公正をここ東京新宿駅南口で訴え続けております。さて、イランの核合意の問題です。日本の現在の報道機関、テレビ、新聞等においてはこのイランの核合意をアメリカ、トランプ大統領は離脱すると堂々と宣言しました。この件に対して私は賛成です。全面的に賛成です。これまでイラン核合意、そして北朝鮮との核兵器の放棄の問題を見ても分かるように、かつてこれまでアメリカの政権は極めて曖昧なその場限りの意思決定、どこにおいて意思決定をされたのか分からない、このような状況でした。ここに来てトランプアメリカ大統領は独裁国家から核兵器を断固として廃絶すると、このように方針を改めました。これについては私も全面的に支持いたします。私たち、核兵器となれば北朝鮮の問題が第一義です。しかし国際情勢を考えたとき、独裁政権たるもの、北朝鮮の核兵器の開発とイランの核兵器の開発は一体となっておりました。その後、私たち日本国民も何か遠い国のことであるかのように思っておりました。がしかし現実としては、この度の朝鮮半島の情勢から、皆さんももうすでにねご存知のように、核兵器なるものが、北朝鮮とイランの核兵器が一体のものであるということが明らかになりました。先にトランプアメリカ大統領はイランの核合意から離脱すると、この声明に対して日本の政府は極めて曖昧なる発表です。そして日本のメディア、
新聞 NHK の放送までもがこの核合意からの離脱が無謀であるかのような、あるいは核合意の離脱ではなく徹底したる検証が必要であれば、そこで検証し、この状況において離脱はけしからんというような報道が多く見受けられます。ここにおいて私は日本の政府がもちろん石油なりエネルギーにおいてこの中東に頼っている、多く頼っている我が日本政府としては敵には回したくない、これは本音でしょう。しかしこれにおいては問題を先送りするのみであり、ますます大きな問題になるものと私は思いますし、これまでそうでした。ここにおいては北朝鮮の核兵器ももちろんのこと、イランの核兵器も完全なる廃棄、断固として検証可能で完全なる廃棄を求めます。これが私たち日本国政府においても明らかにこの姿勢を示していただきたい、私は訴えるところであります。さて皆さん、ここにおいて北朝鮮の核の核兵器の廃棄は完全なる廃棄、そしてその核兵器の開発建設に携わった北朝鮮内の技術者、これが2000人とも3000人とも言われています。この方々の海外移住をも私は求めるものであります。なんとか独裁国家から核兵器を完全に廃絶しようではありませんか。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。